こんにちは、たかこです。秋といえば、雲海が発生しやすいシーズンですよね。風景写真の中でも、雲海を撮影している写真は幻想的で魅力的ですよね。なので、今回は、雲海が発生しやすい基本的な条件についてご紹介いたします。このチャンネルでは、カメラが上達する方法などを発信しています。チャンネル登録して、一緒に学んでいきましょう。 それでは早速本題に入りますが、雲海が発生しやすくなる条件として、一つ目、前日が雨で翌日が晴れの日、地表面付近の水蒸気を含んだ空気が冷やされると雲海になります。なので雲海の発生には湿気が必要ということになります。二つ目、湿度は80%以上。湿度は天気予報などで確認することができます。三つ目、 無風状態であること。風速は0か1くらいが理想です。風速も天気予報で確認できます。4つ目、前日の昼と翌日の朝の気温差が10度以上など、寒暖差が激しい日。これは放射冷却によって地面が冷やされると、雲海が発生しやすくなるからです。以上で、あとは運試しになります。 さらに、雲海の確率を予想する方法として、予報なので絶対ではないですが、撮影地が翌日快晴か、雲量で確認することができます。scw というサイトにアクセスして、撮影予定の時間を選択します。グレーは雲ですので、撮影地が真っ黒になっていたら、快晴予報です。上空に雲があると放射冷却が起きにくいので、 深夜0時くらいから快晴の方が雲海発生の確率は高くなります次に撮影地が遠方の場合天気が雨予報でも実際には降っていないことがあります本当に雨が降ったのか確認する方法としてはウェザーニュースの降水量で過去の降水量を確認することができます最後に標高別に雲を確認する方法がありますウェザーニュースの雲量予報にアクセスして 撮影したい日時を選択したら、中層、上層に雲がなく、下層にだけ雲がある場合も、雲海発生の目安になります。よければ参考にしてみてください。このチャンネルでは、カメラが上達する方法などを発信しています。この動画の内容が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。